今回は歌のデザインに違和感を感じた読者の反応集を紹介します。目隠れなのに幼い感じがして、でも全体像はふわふわで可愛いのにお姉さん味があって白い面は儚げだけど赤い面は可愛い。いいチグハグって感じがする。そもそも目隠れに大人っぽいイメージがない。マジか。おいどんの価値観がおかしいみたいだから無視してねー。いろいろ絶妙だよね。好きな涙が4分の4巻見ると試行錯誤の末にこれができたんだなと思うと感慨深い。自分はスレガの初見のイメージお姉さん味を感じてた。赤と白で目出し目隠れの陰陽って感じ。公式絵でも絵によって印象違うよね。最近のオダッチの描いた歌は可愛いに全振りしてる感じ。無邪気な感じが好き。ひいき目だけど場面によって可愛かったりかっこよかったり儚げだったり可哀想だったりあるけどどれも映えるナイスデザインだと思う。派手とか奇抜なイメージがあったけど他のキャラと並べるとめっちゃシンプルで不思議。アニメ好き？髪型はウサギモチーフらしいけど乙姫様にも似てるから童話の人魚姫モチーフ説とかあったよね。紅白の髪色もシャンクスの赤髪とギアファイブルフィーの白髪とも取れるし紅白歌合戦とも取れるような感じで、なんかデザインだけで無限に語れる気がする。あと少しこじつけっぽいけどヘッドホンが麦わら帽子にも見えるとか。もしちゃんと心も成長してたら目隠しも輪っかもなくなったキャラデザになってたんだろうか。そこは特に変える理由もないしそのままじゃないかな。目隠しは輪っかよりも前からのものだしそのままなんちゃうかな。歌の笑顔ってさライブの時とスレ顔比較すると負け惜しみ含めどこか硬く感じるのは気のせいだろうか。ふっふっ。数少ない友人の前で出せる素の時と歌姫やってる時のスマイルは違うのさ。まあ重圧とか常にあっただろうしな。それが顔にうっすらと出ていてもなんらおかしくはない。救世主の仮面をかぶってたしね。勝負の時も幼馴染プラス救世主だろうし。劇中の歌が心から笑えたのってルフィとの再会シーンぐらい。心から笑っているとは思うけど、少し切ない表情にも見える。CM 解禁されてなかったっけ？ CM に出てるやつだよ。その映像でバイバイ、ボイススタート。ぬお知らんかった。何それすげえ悲しい。初見時人の心ないと思った。可愛いこの子はバッタ笑顔も可愛いは可愛いけど、やっぱ心の底からの笑顔が一番だよな。エンディングシーンを貼るのやめてくださいだから CM も微妙。エンディング客車じゃなくてサイトに載ってるクラゲやハートの海賊団も結局ダメってなってたし。レッドではルフィとの再会以外ずっと笑顔に影あるの悲しいね。なんか歌とルフィとしか言い表せない関係いいよね。俺も幼馴染欲しかったな。幼馴染がいたとしてもルフィと歌ほどの信頼関係になるとは限らんぞ。てか1年過ごしただけでこんなに仲良くなるレベルで相性いいのこいつらくらいだろ。映画本編で姉と弟が逆転したと思ったら最後だけ戻るのいい。戻った後も続いて。続く可能性は無限にあるのだ。いくらでも想像して構わんのだ。魂が、惹かれ合うのかもしれない。二人の距離感がたまらない。二人は新時代という言葉で、繋がってるから。CP 注意ついてなかったんで消しました。しかし絆、友達という言葉では表しきれない関係の深さよ。この二人は関係性が名称ある何かになる前に無理やり別れたことでクソデカ感情と中途半端な関係性が残ったってスレミンから聞いたの腑に落ちた。家族でも兄弟でも幼馴染でも親友でも同志でもライバルでもなれたけど、同時にどれにもなれなかった。だから二人を表すにはルフィと歌しかない、みたいな。俺は各中だが別にイチャついてる二人が見たいわけじゃないんだ。言ってくれてるようにあまりにも中途半端で二人が何にもなれなかったのが悔しくて、仲間でも友達でも、何かになれた二人が見たいだけなんだ。歌重くね、いやルフィの方が重いか、いや歌の方が重いわ。いや待てやっぱりルフィの方が、お心情報が出るたびに繰り返したグラビティーズ。どっちも重すぎて比べれん。CP 的な意味ではなくお互いのこと大好きなのが公式なのが強いわ。朽ちた風車に向かってる時の空気感が好きなんだよね。ダメだよルフィが海賊王になるのは海賊王になること前提。当てる気もないくせに足を天高く振り上げられて微動だにしない。これが最に合う男になるんだぞもう似合ってるとは思ってる。負け惜しみ、ズルしないと勝てない自分に対しての意味。VS。自由を奪われても殴らない。仲間に手を出されても殴らない。夢を否定されても殴らない。シャンクスを否定されても殴らない。麦わら帽子を引き裂かれても殴らない。なぜ、俺のパンチはキストルより強いって言っただろ。さあどっちが重いかな。これも追加しとこう。12年前にもらった落書きを自分の左腕につける&グッズにはしない VS。12年前にあげた落書きを覚えてる。CP なしだから実際の上級範囲で語ると幼少期。シャンクスより先に会話。大声勝負で聞いた声にこうけた顔。歌のステージの話を聞いて風車村の絶景に案内。歌の新時代の夢を聞いてルフィも自分の夢を考え始める。183回以上の勝負たるレースなど決着つかずもあった。頭の上に肘乗せて歌ったりみかん向いてあげたり。歌が帰ってこないことでシャンクスと絶交。
ってとこかこっちは微笑ましいな。海賊王になるのはとかあんたの処刑を持って大航海時代を終わらせるとかルフィが海賊王になる前提でずっといるのがなんだこの子。あのクソガキのどこに将来性を見出したんだマジで。見出す側も見出させる側も両方やばい。子供の頃にもらった下手くそな麦わら帽子の絵を大人になっても大切にしている。なんならこの文章だけでやばい心情になる。赤髪海賊団との思い出が全てだったから、すがれる唯一の思い出がルフィとの約束しかなくなったんだ。重くなって当たり前なんだ。ルフィが初めて出会った海賊で夢のきっかけで絶対に殴れない相手、こんなの映画で出していいんですか。シャンクスといいルフィといい、歌の他人の資質を見抜く能力すごくない。やっぱり CP 要素つい見出しちゃうよな、と海外の CP 絵が増えてきて思った。シャンクス取り合ってラーラーしてる感じの表紙絵も好きだな。最高の表紙だぜ。これで根本的な価値観は夢 VS 現実で正反対なのがいいんだ。ただお互いにそこを否定するわけではない。Z の過去チキンレース前のシーンがなんか好きなんだよな。おそらく歌が歌ワールドで過ごしてる時のまた歌が夢ん中、あんたも気なよやだ、つまんねえ。ってやりとりがルフィを何度か歌ワールドに連れてって遊んでたんだろうなって。その後ルフィに合わせて現実でチキンレースで勝負するところに少し姉味を感じたりもして。仲がいいんだか悪いんだかって二人を見るシーン好き。シャンクスも歌も左腕を新しい時代ルフィにかけてるんだよね。やっぱこの親子似てるんだよね。ルフィが見えないところでルフィの前じゃ絶対に見せない表情をルフィに向けるのがいいんだ。大切なもの。二人が最後に歌ワールドで会話してる時の空間が風車小屋の中っぽいって言われてるのを見てそうだったらいいなと思ったよ。最後にルフィと話すためにわざわざ用意したのか、もともと歌ワールド内でのプライベートスペースとして使ってたのかはわからんけど、歌がルフィに見せてもらったステージをずっと大事に思ってたってことだから、風車小屋かと思ってるけど何回見ても違う気がして気になる。ワンマガにはルフィと歌、二人の空間ルフィと歌のイメージ空間って説明しかなくてさらに謎。ああワンマガにはそういう風に書いてあるんか。何か一つがベースになってるわけじゃなくていろいろなものが混ざった感じなのか、何か意味とのあるイメージ空間なのか。映画見てからいろんな漫画を見て考えたけど下等と五条がかなり近いと思う。歌はルフィと結ばれるべきちゃうかったんか。歌って海軍に追われてるん。歌の身が強すぎるからや。歌がこれまで出てきたどの悪役よりも極悪すぎてビビったわ。最後死んだっぽいのもやむを得ないくらい悪人やん。言うて人類補完計画みたいなもんやん。同意できる。まあ確かにそういう考え方もあるな。シャンクスがかわいそうすぎるわ。在下ぶさって7年間一緒にいた娘と別れるとか。歌ちゃんが嫌いです。この映画楽しめません。歌ちゃんを好きになります。シンプルに辛いです。罪かな。シャンクスはあんな感じで罪をかぶって名を挙げてったんかな。てか全然無視で自分が国滅ぼした事実知ってたのにシャンクス憎んでたのなんでや。この映画こんな売れるなら完璧目指すべきやったよね。歌と二人っきりになるシーンの作画ひどすぎて驚いたわ。あと最後の3時のカードアップも笑ってしまった。歌、ワンピの中では一番好きなキャラだな。映画のオリキャラで消えるのがもったいない。